おはようございます。ギターありがとう。おはよう。ありがとうございます。皆様、昨日ね、予選の放送2日目でしたが、なんと4位という順位で決勝進出決まりました。イエーイ、パンパカパンパンパン、イエーイ、嬉しい、パカパンパンパン、これは祝福ですね。おめでたい。そう、全体で4位です。嬉しい、こんな素敵な順位で。48グループ全体で4位ってことだから、すごい嬉しいことですね。この方12日見に行きますよ。お、待ってるね。そう、嬉しい。え、昔からおじいさん、一デックスマン、まあ、ツンツンだ、タワー、なにこれ、めっちゃ可愛いね。なにこれ、猫ちゃんがなんか唇持ってるんだけど。猫唇タワー。名前わかんない。ありがとう、ありがとう、昔からおじいさん、嬉しい、おめでとうタワーかな。ありがとう、昔からおじいさん、ありがとう、ラブツ、またお礼させてね。ありがとうございます。そうなんです、祝福でポテト食べんとね、食べたい食べたい。そう、キスありがとうね。もうその歌唱力自体が開催されたこと、ん、歌唱力が開催されたこと自体が本当にリオはすごい嬉しくて、そう、予選に出れたことだけでもすごい嬉しかったんですけど、前回その第5回の時は初出場でファイナリストまで行かせてもらって、もうね、あんなに楽しいステージは生まれて初めてだったので、あのステージをね、また味わいたいですね。決勝のステージに立てることもすごく嬉しいです。そう、嬉しい。でもその前回の決勝はやっぱりコンディションが最悪だったから、もう普通になんか歌える状況じゃなかったよ。もう歌える状況じゃないぐらい最悪だったから、もう今回はコンディションをちゃんと整えて、ステージに立ちたいですね。でもさ、ああいう時ってさ、自分が気をつけてるんだけど急になるから、ほんまに分かんなくて、気をつけようがないというか、いや、そう、気をつけてるんですよ、気をつけてるし、そう、前回の時も気をつけてたし、病院とかもめっちゃ行ってたんですけど、そういう時ってこう喉が不調だったりコンディションが悪い時もなんか急になるからさ、自分でも分かんなくて、自分でもさ、よく分かんないしさ、どんな時になるのかとか、急になるから
そう。うん。ギフトありがとう。スケジュールも超ハードだったよね。今の方がハードな気がする今と比べたら去年とかも一昨年とかも、去年はまああれだったけど人ありがとう、仕事行ってきます、いってらっしゃいフフ、中耳炎が治るまでねすごいしんどかったですね、音もあんま聞こえないから、そう長かった、長引きました。決勝前はたくさん食べてたくさん寝るのがいいかも。そうですね、睡眠。体調管理って言っても限界あるよね。そうなんですよ、急になるじゃん、なんかそういう体調不良とかってなんかどうしようもできないじゃん、自分で直すことはできるけどさ、頑張って。ほらありがとう。そう、正規メンバーになったから決勝で他のグループの子の連絡先たくさんもらえるね。確かに、え嬉しいでもさ、ああいう時ってさ自分から聞いていいものなのかな、連絡先教えてください。なんかさ、ちょっとさ、いなんか調子乗ってると思われそう。連絡先教えてください。なんか、いや先輩方からね言っていただけるのは多分いいと思うんですけど。でも本当に前回の第5回のけあ予選の時は最終結果発表5位で決勝進出だったんですよ。で今回4位なので1個上がって嬉しい1個上がって嬉しいです。7ならばあと1億くらいまで来てたね。えそうなんですよ、みんな本当にありがとう。七並べのイベントが今日の13時59分までなんですけど、もう24億ぐらいに来ててあと1億なんですよ。はあ、あと6時間あと6時間かな、まあな。連絡先聞いていいんだよ。あ、本当？じゃあ聞いてみたいと思います。そう、嬉しい。頑張ろうみんなで。と言ってもリオはもうできないんですよ。8時までしか。リオとノアピはできないから、平日だから。そう、アズミンとユーカはできるからちょっと頑張ってほしい頑張ってほしいですね。
もしねできそうだったらみんなも並べてくれると嬉しいです。あ、お昼休憩とかにお昼休憩とかにお願いします。そう、昨日ノアピと当たったんですよ。そう、ノアピと当たりました。朝対戦した。ギターありがとう。わあ、その再生に混ざった人いいな、ウケる。でもさ、前とかも昔さ 2.5 でさ一斉のでやろうみたいになって、一斉のでって言ってスタートボタンを押すんですけど、なかなか4人対戦はなくて、そう3人とか2人とかになるんですけど、3人その 2.5 が3人同時に入れた時に、あと1人はファンの方じゃないですか。だからすごいびっくりするだろうなと思って、その3人もさ本人登場本人登場本人登場びっくりしそう。そう、みんなで行けたらいいですね。そう、プーがね悪さをしています。こりゃ掘ってますね。ギフトありがとう。でも頑張ってほしいですね、大人メンバー、そのメンバーに。悪さをしています。喉大丈夫ですか？喉？なんで？あ、咳払いしてるから。なんかね引っかかるんですよね、たまにってなる。トイレをホリホリしてるな、こやつは。こやつはトイレをホリホリしてるぞトイレホリホリしてるぞ。でね、トイレをもう破壊したんですよ、プーは。そう、プーはもうトイレを破壊してしまいましたなんかもうあの変、もうなんか破壊して壊れてて、なんかベッドも振り回すんですよ。だからなんかもうボロボロになって大変です。歌唱力めっちゃ素敵でした、嬉しい。そう、
あのハッシュタグとかでもね調べてるんですけど、すごい嬉しいことを言ってくださる方が多くて嬉しかったです。しかもね、プーはねいつも何か喋ってるんですよ。そう、喋ってて何かをねなんか訴えてくるんですよね。でしかもなんか喋ななんかうんみたいなずっと言ってるから、そのケージから出した時になんかプーみたいな言った時にみたいななんか返事みたいに聞こえて可愛い。そう、はい、返事するやつのかしゅうりくんおめでとう、ありがとう。りょうつ歌に入り込めてるからすごい。もう歌が始まっ曲が始まったら入るのね、リオは降りてきます。歌の岡村リオが降りてきます。りょうつんがあんな歌い方もできるのが審査員たちもびっくりしたみたい。まあでもさ、前回のさ第5回の予選をもう見てたのは佐藤さんのみだから、他のお二人方は初めてねそのリオの歌を聞いたと思うんですけど、でも佐藤さんはあの多分前のリオも知ってるから、決勝とかファイナリストも一緒だったし、多分リオのことも知ってるので、そのわかる。犬って人の言葉を理解しているのでは？いやほんまにメーナは人の言葉がわかるんですよね。天才です。ほらありがとう。今日ね寒くてさ、いつもより上着を着た上着を着ました。今日もさ朝さ早く起きてさ七並べ頑張ったんですよ。だからもう睡眠不足、寝不足。そう昨日も今日も朝5時に起きて頑張りました。七並べをするために5時起きをしました。昨日もさ全部リアタイしてたからさ最後の最後まで見てたんですよ。だから結構遅くまで起きてたから、それだけ本気なんですリオは。なんかそういうさイベントとかもさなんか中途半端にしたくないんですよね。やるならみんなで頑張りたいし、やるならみんなで本気でやりたいから、中途半端はリオは好きじゃないので。そうでももうできないから学生メンバーで、そうだから大人メンバー頑張ってほしいな。すごい、そう
じゃあ準備ます。13位、井出さん、ありがとうございます。12位、日傘の滝さん、ありがとうございます。11位、小原さん、ありがとうございます。10位、七のんがさん、ありがとうございます。9位、んブルースカイさんか、ありがとうございます。8位、ラクラクさん、ありがとうございます。7位、よしここくんさん、ありがとうございます。6位、桃太郎さん、ありがとうございます。5位、鈴鹿さん、ありがとうございます。4位、沢本龍二さん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、あやさん、ありがとうございます。そして1位は、ジュルジュルルルルルパン、昔か老人さん、ありがとう。イエーイ。ありがとう。皆様ありがとうございます。え、明日、え、7周年ツアーなんかいろんなことがありすぎて、7周年ツアーじゃん明日。はあ、びっくりびっくりびっくり。今日はね、夜遅くまでお仕事があるから夜配信はできません。で、明日は多分早朝、明日はねめっちゃ早朝配信だと思います。そう、明日はツアー、7周年ツアーなので早朝配信だと思います。ツアーか、びっくり明日か。昔からおじんさん、ありがとうございます。ね、ツアーももう終わっちゃうよ。だって明後日、明日は徳島で、明日徳島2公演で、明後日岡山で、岡山がね千秋楽だから、千秋楽というか終わりだから、7周年ツアーもあと少しですね。昔からおじんさん、タワーもありがたわありがたわ。それでは皆様ありがとうございました。明日は徳島バタフライで来てください意味わかるかな、みんなわかる人はわかる。バタフライでお越しください。バイツン。